なんかマスター頭燃えてるけど大丈夫あれ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっとわけのわからない坊主頭に角が生えたようなおじさん、あの犬芸術家のつもりらしいけどアイデアが浮かばないみたい。脳みそが豆粒ぐらいしかないんだから無理もないわよね。ん？女？中間ですか？なにこれなにこれ、はぁ、あ、もしかしてこれもすべて丸にしなければいけないとかそういうやつな気がする。あぁ待って、なに落ちたよ落ちたよ。サンズ、雪の塊だ。赤いマーカーでサンズと書いてある。あのお兄ちゃんの名前よね。パピルスの雪像だ。なんでサンズの方はあんなんだの。ちょっとよくわからないんだけど。あ、なるほど、この部分でしか止まれんってことか。あ、そういうことね。ほうほうほう、よいしょー。これはなんか簡単にできる。はい、オッケー、はい、完成。お、橋が出てきた出てきた。まあ、でも落ちんかったらあの雪像が見えんかったわけだね。なんか頭に積もっとったよ雪。あれ右にも行ける気がする。ちょっと待って、右気になる。なんかこれ犬、なんか犬小屋多くね。ワンワンだけ書かれても、なんてちっぽけな犬小屋。バカにしてるの。これは雪もふだ。何雪もふって。そしてこれは雪もふだ。ほう、一方これは雪もふだ。返事がない。ただの雪もふのようだ。ちょっと待って、意味がわからないんだけど、何雪もふって。雪もふだ、これは本当に雪もふだろうか。ね、雪、何見よ、雪もふだ。謎。おや、中から30ゴールド出てきた。これは何だろう。マジで30ゴールド出てきたん。やったね。え、雪もふではない。な、なに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 、尻尾生えてきた。かわいい、なにこれ、超かわいいんやけど。可愛くない。ちょっと待って、可愛くない。何？グレータードッグ？意味がわからないんだけど、なんだよ、お前。可愛くねえわ。なでなで？なでなでします？グレータードッグは遠くにいてなでられない。遠いんかい。寝てるよ。ん？グレータードッグはご主人様の命令を待っている。呼ぶ？呼びます？グレータードッグを呼んだ。グレータードッグが飛びついてきた。顔によだれが跳ねた。やめて。しかし寝ている。攻撃はしてこないの。グレータードッグは愛情を求めている。なでなで。グレータードッグはなでられると膝の上で丸くなった。このでかいのが？グレータードッグはすっかり安心して眠ってしまった。ね、おい、起きたんかい。テンションがめちゃくちゃ高い。寝てるよ。え、寝てるけど。グレータドッグは前足で地面をトントンしている。遊ぶ？雪玉を作って投げてやった。取ってこーい。雪玉は地面に当たって砕け散った。グレータドッグは辺りの雪をかき集め、こちらへ差し出した。犬はクタクタになった。お腹の上に頭を乗せてきた。ちょ、待って。青かったのに、途中から白くなるんかい。グレータドッグはスキンシップを求めている。うんうん。なでなで。犬を撫でた。犬は全体重をかけてのしかかってきた。死ぬやつ。動きにくい。しかしまだまだ慣れ足りない。撫で足りないの？こちら側的に。何あれ、槍にも顔ついとるやん、あれ。なでなでゲージは現在 40%。ちょっとよくわからない。なでなでなでゲージって。とどめの人なでを決めた。なでなでゲージが 100% に達した。犬は前足を宙に投げ出し、追いかぶさってきた。どうすればいいのあれは。グレーターどっか満足した。満足したのね。ならいいんだけど。うん。あ、抜けてた。やっぱ可愛いんじゃないか。なんであんなの。逆だよ。逆だよ、それ。あれ？こっち渡っていったらどうなるの？なんか向こうにさんずいたよね。え、なになになに？こっちにおるやん。どういうことやねん。いいか人間、最後のゲームだ。こいつはこれまでで一番危険だぞ。要はルートが2つあったってことかな。見ろ、恐怖の死刑執行マシーン。
ちょっと待って、犬を使わないであげてよ。俺がやれと一言合図をすればたちまち動き出すのだ。大砲が発射され、槍が突き刺し、ナイフが切り刻む。すべての凶器が容赦なく攻撃を始めるぞ。この仕掛けを生きて突破することはまず不可能。覚悟はいいか？いいなら行くぞ。良いな。いっせーの。本当にやっちゃうからな。動けない、動けないよ。動かないぜ。故障かな。しっけえな。今合図するところだ。本当に？まだ？全然動いてるように見えないぜ。やはりこのゲームはなんというか、そのあっという間に決着がつきすぎる。そうとも、こんな装置は全然ダメだ。俺様は誇り高きスケルトン。俺様のパズルは全部フェアプレイ。例の罠もじっくり煮込んで美味しく仕上げたし。だがこの装置は安直すぎる。品がない。やめやめ。引っ込みはするんやね。ふぅ。なんだ、何を見ている。またしても偉大なるパペル様の大勝利だ。にゃ。はっ。はっ。なになに、どうしたの、何があったの。あいつ、今度は何するつもりかな。オイラにはさっぱりだ。一つ言えるのは、青い攻撃のこと思い出せってことだな。青い攻撃さっき思い出したけどさ、途中から白に変わったし、止まってくれないんだけど、あれはどうしたらいいの。え、何？あ、そっかそっか、なんか間違いあるかなんかって書いとったんやっけ。あの、だいぶ前の看板に。Welcome to Snowfall! ね、街に到着したよ。明るい雰囲気の街を目の当たりにして決意がみなぎった。スノーフルの街、いいね。いらっしゃい。何か探し物かい？なんでこんな、なんかちょっと、なんか怖いんですけど。丈夫な手袋、勇ましいバンダナ。バビコ、シナモンキー。バビコって何？パピコ的なもの？丈夫な手袋、ぶん殴れ。手袋で戦うってこと？武器なんや、これ。待って、ってことは、話せるんやね。おしゃべり？付き合うよ。何、地下での生活って。これといって特に変わったことはないね。ちょっと狭く苦しいのは確かだけどさ。でも、みんな心の奥で信じてんのさ。いつかきっと自由になれる日が来るってね。あ、ここはやっぱり相変わらず地下なのか。そうやって希望を持ってる限り、しんどくたって耐えていけるってもんさ。人生ってそういうもんだろ。うん、かっこいいね、なんか。ちょっと待って、とりあえず、ってことは私が今持ってるさ、おもちゃのナイフ、これ装備できるってこと？あ、装備できるやん。初めて知ったよ、今。で、攻撃力とかどうやって見る？これ？あ、なるほど。この、ATK が多分攻撃力8なんやけど、カッコ3ってなんやろ。ちょっとよくわからない。本は未だに誰かに通じるの、これ。しかし誰も来なかった。ですよね。誰か来たら怖いわ、逆に。どうしよっかな。プラス 2AT。 あ、要はプラスされとるやつがあの格好の中ってことかな。腹筋がすごい。これは多分防御力ってことよね。バビコ二度おいしい。やっぱり多分パピコのことやんね。シナモンキーオリジナルレシピってことは、この2つをとりあえず買っておけばいい。でもプラス2ってことは今より弱くなるよね、ってことよね。じゃ、バンダナつけとこ。とりあえずバンダナで、これも装備すればいいってことやね。勇ましいバンダナ。イエーイ、これで防御力も上がった。宿屋？なにこれなにこれ。眠るとね、最大 HP より多く回復するんだって、ママが言ってたよ。子供か。最大 HP って何？最大 HP よりも多く回復する？すげえやん。どういう状態？でもとりあえず HP は満タンやけん、このまま。あ、これもしかして中から話しかけれたりとかするかな。入れない。入れんのかーい。街の端っこまで歩くのが面倒な方へ。トンネルをお試しください。最短距離で移動できます。いや、ちゃんと全部歩くよ。なんかわいい！住民かわいい。あそこに立ってる女の人。見てるとなんかモヤモヤするんだよね。どういうこと？この人のこと？この子シナモンちゃんっていうの、かわいいでしょ？チャームポイントはお尻よ。ふふふ。別に何ももやもやせんけど。クリスマスなの今、かわいいな。昔ティーンエイジャーたちがあるモンスターの像に飾りをつけていたずらしたことがあった。街の人たちはそのモンスターを慰めるためにプレゼントをあげるようになった。
それ以来木を飾りつけてその下にプレゼントを置く習慣が生まれたんだ。それがクリスマスの始まり。丁寧に飾り付けられたツリーだ。プレゼントの中にはサンタから町の住人にあったものもある。ふんふん。おっす、お前さ、俺と同じで子供だろ。横島のシャツ着てっからすぐ分かったぜ。横島のシャツは子供の証なの。初めて知ったんだけど。この町には町長がいない。何か問題が起きればスケルトンのやつが魚の女の人に伝えるんだ。魚の女の人？なんだそれ。政治ってのはそういうもんさ。そうなんすか。おお、なんか賑やかやね。あ、さっきの。この店ではどこに座るかよく考えた方がいいっす。下手するとあのでかくて人懐っこいのが膝に飛び乗ってくるっす。あ、さっきのやん。私らはこの町のもんで兵士さ。なのにみんなからないがしろにされてるさ。あのスケルトン兄弟も骨ぐらいくれればいいのにさ。私ら骨が大好きなのさ。ふんふん。なんかマスター頭燃えてるけど大丈夫あれ。お、これあれじゃない？ワンボーやっけ。スパイク付きの首輪をして自分のアイデンティティをアピールするのはどうだ。紐をつないで散歩に連れてってくださいっつう自己主張だ。それは自己主張なのか。何変顔。一人ポーカーをしている。負けているようだ。どういうことやねん。今日女の子を釣りに行ったんだ。女なんてちょっと釣り行ったらすぐに引っかかるって聞いたからさ。川に女の子がいるのかは疑問だけど、釣れたこと愛を育むつもりだよ。たとえそれが魚でもね。あの釣り糸のあの釣り竿を垂らしてたのこいつ。なるほど、そういうのもちゃんとつながってくるのね。そこにいる犬たちはロイヤルガードのメンバーだよ。リーダーはアンダイン。アンダインは偉そうだし、うるさいし、気に入らない奴には暴力を振る。子供たちが憧れるのも当然よね。え？憧れるの？マジで？そうなのね。そうそう、人間の食べ物ってモンスターのとは違うんだろ？聞いた話だと腐るとかいうのをするらしいぜ。しかも食べると体の中は上から下まで移動するんだってよ。気色悪いな。いつか食ってみたいよ。どういうことやねん。どの店でも同じメニュー、来てる客も同じメンツ。たまには違うドリンク飲んで、ホットな男子と出会いたいの。出会い求めとんならほらここにおるよ。ホットかどうかはわからんけど。都は人が増えすぎたんで、みんなこの町に移住してくるって話だ。これ的には地元の伝統を汚されるのはごめんだね。でも都会の京都連中が雪道で滑ってくけるのは見物だな。でも同じメンツなんや、どこ行っても。グリルビーがね、この店では水をお出ししません。水は身を滅ぼしますって。どういうことですか？ちょっとよくわからないけど。ジュークボックスは壊れている。座る席。私はここに。座れんのやないかーい。座れるんかと思ったのに。みんな笑ったりギャグを言ったりして、目の前に問題から目をそらしてる。単調な毎日。人口密度の上昇。日当たりの悪さ。私もそうやって嫌なこと忘れられたらいいんだけど、お笑いのセンスがなくて。何の話？地底の世界にはいろいろと問題もあるけど、それでもみんな笑って暮らしてる。なんでって？どうせ何もできないんだから、文句言っても仕方ないだろ。なんか悲しいけど。ん？まだ街続いてるの？トションカ。何？トションカって。なんか急に日本語になったけど。図書館のことですね。モンスターズインクに出てきそう。その目つき。君はお子様チャレンジのパズルに手こずるタイプだね。へぇ。あの紙のやつでしょ？あの誰やったっけ？サンズが見せてきたやつ。新聞を作る仕事はとても気に入ってるわ。ここではニュースなんてほとんどないから、載せるのは漫画やパズルばかりだもの。それは新聞なのか？ごほごほ。子供の頃、学校で自習の時間によく文字探しをやらされたわ。はっきり言って時間無駄だと思ってた。なのにおかしなものね。今じゃ私、地底で一番の文字探し作者なんですもの。ん？ってことは過去には地上におって人間じゃないよね。人間ではなさそうやけど。ここは図書館だよ。ああ、わかってる。表の看板は字が間違ってるよ。あ、ちゃんと理解はしてるのね。うんうん。魔力で構成されているモンスターたちの体は魂と連動する。このため戦いを望まぬモンスターは防御力が低下する。さらに敵が残忍であるほど受けるダメージは多くなる。したがって強力な魂の持ち主から殺意を込めて攻撃されると。気が滅入る話はこのくらいにして、ケーキのレシピでも記しておこう。いや、急に話変えるな。私は今こうして本を書いている。たった今部屋に誰かが入ってきて本を手に取った。そして読み始めた。おっと失礼、その本はまだ書きかけだ。ん？この人の書きかけ？なんか喋りよったよね今。
モンスターの体は魔力で構成されているが、人間の主成分は水である。肉体を持つ人間は我々モンスターよりはるかに強力だ。しかし彼らは魔法で気持ちを表現する喜びを知らない。玉を並べてお誕生日のお祝いメッセージを綴ることすらないのである。どういうこと？なんかいつも最終的によくわからなくなるんだけど。学生が書いたレポートだ。モンスターの弔いの儀式についてまとめてある。モンスターの葬式は専門的観点から見てもめちゃかっこいい。モンスターは年を取ってぽっくりいくと体が塵になる。葬式ではその塵を個人が生前大事にしてた何かの上に巻く。曖昧だな。こうすることで個人の心がその何かに宿るのである。指定の枚数になったかな。これ以上書きたくないんだけど。なんで必ず最後に作者の気持ちが入っとん。モンスターの歴史第4巻。人間の脅威から解放された我々は公務の町を後にした。寒さの厳しい 沼地を抜け、焼けつくような灼熱のエリアを進み、ようやく現在の身寄りがある場所にたどり着いた。そこはニューホームと名付けられた。やはり我らが王のネーミングセンスはいまいちのようだ。ってことはこの先ニューホームっていう場所が出てくるってことかな。愛、希望、思いやり、モンスターの魂はこれらのものにできているとされる。しかしそもそも魂とはどういうものなのかよく分かっていないのが現状だ。何しろ人間の魂はそれらのものがなくても存在できるのだ。何、急に真面目な話だったけどよく分からんね結局。年音かっていいね。なんか何これ、ポスター溢れすぎじゃない。開封されていないダイレクトメールがぎっしり詰まってもないよね。なんか溢れすぎ。この郵便受けにはパペレスと書いてある。あ、兄弟の家なんか見る。ってことはあっちはサンズってことか。空っぽだ。これ兄弟の家なのか。ってことはさ、この町に入る直前になんか別の方向があったけど、まあいっか、こっち進んでいこう。何かしらまたね、別れとんかもしれんけんね。家が、家違う、ルートが。鍵がかかっている。帰ってきてないやん、あの二人。え、そういうこと、そういうことか。ちょっと待って、びっくりしたんやけど、めっちゃ。あ、なるほどなるほど。内側から鍵がかかっている。内側からってことはこの中におるってこと。え、なんか外に出てきた。怖い怖い。なんか霧が、なんか死ぬような気がする。大丈夫？この先をずっと進んで、え、死ぬ。あ、パピルスやん。人間よ、複雑な感情について語ってもよいか。それは自分と同じようにパスタを愛する者を見つけた喜び、自分と同じようにパズルが得意な者への憧れ、イケてて頭もいいやつにイケてると思われたいという願い、これこそ貴様が今抱いている感情だな。抱いてないです。俺様にはそんな気持ちはさっぱりわからんが、何しろ俺様は偉大なるパペレス様だから。友達がたくさんいる奴の気持ちなんて普通に知ってるし、孤独な人間よ、貴様は哀れだ。だが案ずるな、俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。この偉大なるパペレス様が貴様の、ダメだ、やはりこんなことは許されん。俺様は貴様の友達にはなれないのだ。なんか一人でどんどんなんか話を進めていってるけど、貴様は人間、俺様が捕まえなければならん。貴様を捕まえれば俺様の長年の夢が叶う。強くて人気者で有名人。でも町の人に何も言われんかったけどね、人間やけど。それがこのパペリス様、直にロイヤルガードの一員になる男だ。お、パペルスによく手を塞がれた。塞がれたよ。塞がれたよ。戦うしかないんか今。よし、どうやら本気のようだな。で、俺様の有名な青攻撃を食らえ。青は攻撃ではないよ、大丈夫ですか。有名な青攻撃かなんか知らんけど、青は当たらないと聞いているよ、私は。大丈夫パピルス。え、どういうこと。貴様は青くなった。これがパピルス様の青攻撃だ。にゃははは。どういうことどういうことどういうこと。青くなったわかるよ、青くなったのはわかるよ。え、青くなったのはわかるけど、どういうこと。ダメージ受けたね。ではデートしよう。貴様を捕まえた後でな。全然聞こえとるやん、ちゃんと集中してないよ攻撃に。重くなったの。なんか重くなったっぽい。パピルスは必死にすかした態度をとっている。なんかこの空中をさまよえんくなった。戦うのに夢中で、くどいてもリアクションがない。あったけどね、リアクション。
どこまで高くジャンプできるかな。ちょっと待って、あー怖い、あー当たる当たるってば、めっちゃ当たるんですけど、ダメ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 。はい、ウェルさん骨をガタガタ言わせている。侮辱はちょっとよろしくないと思うよね。私戦いますか。あれ逆、上ボタンをもっと長く押してジャンプしろって。もうほうほう、長く押せばいいのね、ありがとう。ほ、こういうことですか。あー点滅してる間は大丈夫だよね。あーちょっとタイミング。パプリスは骨をガタガタ言わせている。あれちゃんとになったね。俺様にスペシャル攻撃を使わせるなよ。あーやばいやばいやばい、タイミングがよろしくないっすね。パプリスはケタケタ笑っている。もう結構ダメージが、俺様は人気者になる、もうすぐだ。はっ、あーダメやった。お、青くなったぞ。ちょっと待って、戻ってくんなし。なんだそれ、何包帯って。私包帯とかゲットしとったっけ、全然わかんないんだけど。この俺様がロイヤルガードの隊長になる日は近い。あーダメだ、もうダメージをめちゃくちゃ受ける。いや受けないんですけど、大丈夫か。あ、比類なきスパゲティアであるパプリス様が隊長になるのだ。スパゲティア初めて聞いたよ。あーだからダメージ受けるんだって、やめてよ。貴様は弱すぎる、こんなに簡単に捕まえられるとはな。これから貴様をプリズンゾーンに閉じ込めてやる。兄ちゃんが言うところのうちのガレージだ。え、貴様は犬小屋行きだぞ。にゃははは、これは結局倒せんやつやったってことよね。あ、これやん、パピルスがなんか建てたっていう、あの全然余裕で通れる門。押すと吸気音がするおもちゃだ。小さすぎてこの上では眠れそうにない。残念ながらただのカリカリのドッグフードだ。パピルスの書き置きだ。悪いがアンダインが来るまでこの部屋でおとなしくしといてもらう。ごゆっくりおくつろぎください。お食事と休憩場所もご用意しました。にゃははの葉、パピルスより。いいやつなのか悪いやつなのか普通に通れるよ。アンダインって結局何なの、誰なの。いないんだけど。脱出できたけど、もしかしてまた同じ場所におったりするかな。体力は満タン。どう、パピルスいる。あ、いるいる。まったく、あの人間はどこへ消えたのだ。ん、目の前にいるではないか。もう迷子になったかと思って心配したんだからね。あーよかった、こんなところにいたのか。なんなの、ツンデレなのって違う、牢屋から勝手に出たらダメでしょ。早く戻って。行く手を塞がれましたよ。またま、まあ戦うしかないかな、頑張ろう。これは同じことを繰り返すんかな。どうだ、どうもこうもないけど、今度は最初からこのパターンなんね。おい、パペルスは骨をガタガタ言わせている。多分また今回も途中で犬小屋に連れて行かれるんではないかと思うんだけど。あ、すべて避けれそう、これやったー、イエーイ。ほっ、これはくっ、1個は確実に当たる気がする。今回いけそうじゃない、もしかしてこれちゃんとやっつけれるんかな。にゃっと、骨攻撃を準備している。新たなパターンっすか。おっと、あれ絶対当たると思うよね。お、結構は避けれるんや、あれ。どやどや、やっつけれる気がしてきたぞ、なんとなく。くっと、危ねえ。あー、ちょっと戻ってくるのいつも油断するんですけど、私。くっそー、アンダインもきっと喜ぶ。
アンダインとは。くー、きついきついよー。ギリギリやね。ふー、王様は庭の木を俺様の顔の形に刈り込むだろう。そうなの？ちょっとよくわからないけど。くっ、ホビルスは必死に透かした態度をとっている。やっつけれそうな気がする。そして我が兄は多分いつも通りだろう。まあそうだろうね、きっと。おっと、おっと骨の匂いがする。骨の匂いっていうのを嗅いだことがないんだけど、どんな匂いだ。ファンが大勢詰めかけるぞ。でもどうした。ああ、当たった。くっそ、あーつらい。うー、オッケー。みんなが俺様を本当に好きなのか、どうやって確かめればいいの。どうした、大丈夫。何、メンヘラなの。怖い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 って、怖いって。あー、ちょっと伸びないで、めっちゃ動くやん。ふう、あぶねー、あぶねーってか、当たったんかな、よくわからない。はい、貴様のようなやつはなかなかいないだろうな。それは褒められているのかしら。私ちょっとよくわからないけど。あー、ちょっとやめてよその動き。またやられそうな気がするよこれは。貴様は捕まったら一生牢屋暮らしだ。あ、これさっきは脱走できたかもしれないが、今回は設備をアップグレードしたからな。貴様は再び閉じ込められ、逃げたくなくなってしまうだろう。にゃははは。何もアップグレードされていない。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、でも多分やっつけれる回復アイテムをもっと持っていったらやっつけれそうかな。